こんにちは、マセン6494です。今回は、逆転オセロニアのフォーリンボンバー杯のですね、まあ、こんな感じにやっていきますよ、的な動画です。まず、90戦。何戦？あと60戦バトルかなって書いてある。何戦できるんだ？で、3日間やっていくと、長えよ。ということで、まあ、どんな感じの進行かというと、あ、変わったの？合計60戦。だから、全部で60戦ってことか。60戦戦えるってことですね、今回から。で、160以内。なるほど。まあ結構、大変だったからね。短くなって、あと、この期間中に何戦までしないといけないっていう縛りがなくなったっていうことですね。はい。やっていきたいと思います。で、ですね。まあこれは開幕動画として、まあ戦わないんですけど、で、2日目、3日目とやってって、こんな感じしよっかな。2日目はこんな感じでした。動画最終日まで、今日から最終日までの動画をパート2として、最終日の動画と、まあ結果発表っていう感じでやろうかなと思います。はい。だから今回はこれでやりますよ的な動画1本と、で次回がパート2として、今から始めるのと、あと、最終日までやった動画のつなぎで、パート3で結果アップにしようか。みたいな感じでやりたいと思います。で、今まで、カリスマできてるので、まあ、カリスマ以上でいきたいなと思います。7500以内ですね。そこを狙っていきたいかなと思います。はい、ということで、今回は逆転オセロニアのカップ戦フォーリンボンバー杯パート1でした。では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き、頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。